剣山の陶器北王子魯山人一口に剣山といえば剣山の陶器を思い出すのが世間の通例である剣山について絵画の天才を想起する者は大部分玄人筋であるといえる能書剣山を知り剣山の能書を叫ぶ者は通の通である剣山が光琳の弟であることは 剣山の優れた資質を知らぬ者に何か知らん安心を与えている。確かに光輪の方が剣山より有名である。のみならず光輪は芸術的価値から言っても元より剣山に優れていること論ずるまでもないように考えられている。要するに剣山の存在は光輪に比して甚ははだ寂しい。 食器に絵を描くことに興味を持った賢山は、掛物の絵を描く光輪と比べて、最初から割の悪い立場だった。しかし、今日では、賢山もいつとなしに指揮者間にはしかと認められて、芸術上、決して兄の光輪に劣るものとされていないが、それでも一般からは光輪の方がおなじみが深くて偉いと考えられている。私たちは、 雷三葉の書と、その弟雷三木の書を見るとき、いつも技術的には三陽の長所を認めはするが、人間味の表現に立ち至っては、三木を取って尊しとするのが常だ。剣山の場合においても、これと同じようなことが言える。つまり、技巧的な玄人らしい腕前を持つ点において、兄の光鈴を巨匠として感じはするが、 後輪はどこまでも絵描きでござい、絵を描くのが商売であると作品の上に説明して、気品を漂わしつつ、正気を王一させている。もとより下品な正気ではないが、弟の剣山は、その表現において、絵を描いても字を描いても、玄人らしき振る舞いはなく、どこまでも素人臭い、知恨さを失っていない。いわば、垢抜けのしたような、しないような、 至ったような至らぬような特徴を有するのが剣山であるそれだけに人間味があって正気離れがあって道楽画人を思わせるものが多い光輪にはいたずらや戯れはないが剣山はその時々の気分次第に任せていたずらもやればざれても見る表一さを作品の上に見せている光琳は宗達に遠く剣山は宗達に近い 宗達や剣山は艶の中に多量の錆を保有しているが光琳はどこまでも華麗にしまっている私だけの考えを申すなら剣山はおそらく物臭な男で随分気まぐれ屋さんであったろうそこがまた光琳よりは芸術的なのであろう宗達も光琳もかなり勢力絶倫であったことを思わせるだけの作品量傑作 力作を残しているが剣山ンンはそうでない。剣山ンンは焼き物、すなわち陶器作家として有名であるが、その実、焼き物師のように土の仕事、泥の仕事は自ら手を下していないらしいのである。これは私の独断ではあるが、私は剣山ンンを陶人として扱うことに賛成しがたい。なんとなれば、彼の作刀は、衣装上の思いつき。 あるいは、それに伴う絵や書は、自ら手を下して、在来陶器の意表に入れ、建山の前に建山なしを誇って良いのであるが、陶器として肝心の土の仕事、すなわち期待の政策を名もなき職工に命じ作らせていた矛盾が損するからである。木米の作刀は、助手の九太という職工が作ったように一部に伝えられているが、 私の見るところではそんなことは断じてない。久太はどこまでも助手であって、木米の大作家ではなかった。木米の作品は、書画に陶器に一貫した木米の表現が、弦として存することを監取せずにはいられない。剣山の作刀は、極めて稀な例として、自作を残しているが、私の今日までに見たあまの大部分は、 剣山の生命の通っていない単なる偶像に過ぎないものである。要するに、剣山の作刀のほとんどが、剣山の自作ではなくて、剣山の下働きである職工たちの作ったものである。とりも直さず、剣山の作刀は、剣山と職工との合作と言ってよいのである。それゆえに、剣山の絵画を土の上から覗き、残る土の機体を眺めるとき、 あえて心眼あるほどのものでなくとも容易に何の魅力もない屍に似た気体を発見し実質するはずであるしかし何の魅力も有しない剣山の土気体もひとたび剣山の画質が奮いかかるとたちまち一大美観を呈して土も気体もあったものでなく直ちに名作剣山島となりしまってしまうのが特色だ 剣山の陶器を見るたびに、もし剣山が土をいじっていたら、と思わずにはいられないのであるが、彼はそこまでの勢力を欠いたのであろう。剣山の陶器は人も知るごとく、落焼き、角皿鉢のようなものが最も多く残されている。これは彼が絵を描くに都合の良いところから生まれ出たものに違いないのである。扁平な重宝皿。 扁平な五寸から八寸ぐらいの角皿が、剣山等の多数を占めていることは、彼が得意とする画賛の略画が試みたかったからに違いない。剣山に有名な竜田川の蜂、山吹の蜂などは、彼の作中、異例に属する変わり者であって、彼の力作であり、かつ名作である。今日、世間が特に沈重するのは決して無理ではない。 私はこういう例を見ても世間はよくものの価値を知っているものだと感心するのである。何となれば竜田川、山吹のごときは全体の衣装も出来栄えもさることながら機体、蜂の縁の図に沿ったギザギザ参道のようなヘラ使いや絵模様の感激に透かし穴を開けた技術は珍しくも剣山自らの手を持って施しているからである。そこに 恐ろしい魅力が生じて、そのことがただでさえ味のある剣山の名画をさらにさらに助けて、あっと人を感動せしめずには置かない、美の現れを欲しいままにするのである。人生の陶器は、繊細な意匠において、断然頭角を表しているが、剣山は、大まかな筆不詳な、ズバッとした優美な意匠において、空前絶後の腕前を発揮していると言えよう。 剣山咲く白椿模様小鉢も、そういった剣山特有のズバリとした名衣装に加えて、剣山が持ち味の良色調を表し、略画の深骨髄に徹し、牢を少なくして実に功の多い成果を収めていることは見逃せない。しからばこの作品、期待はいかにということがあるが、これは全部職工であるとも剣山であるとも認めないのである。 機体の代替は、触光に引かせ、上縁の参道と言いようか、半円形に刻まれた大道不動の凸凹。この凸凹の剣山自らのヘラ遣いが伺かがわれると私は見るのである。機体の代替が触光であることは、一見してそれとわかることでもあるが、思祭に言うなら、俗に言う、底部の高台が通常の触光にありがちの平凡な、 何の面白みもゆかしさもない、いわば声のないものであることによって、それとわかるのである。思えば、剣山の土武将は随分罪なことをしたものだ。剣山は画人として立つべきであったのだ。兄が画人だから遠慮したというわけもなかろう。宗達や光輪のように、家長、山水、人物、何でも描くとはいかなかったためばかりでもあるまい。 私はケンザンののたためにこの点にこ点ついいてて弁護してみたいと思う剣山は孔子のいわゆる芸に遊んだのだと従って俗欲がなかったのだと光琳は世間にもてはやされると同時に優れた画人として芸に働いたと見られるのである知らず知らず職業画人となりすまして天才に勢力の輪をかけたとも見られるのである。 そこへ行くと、剣山は腹の底から職業意識に働くことはできなかった。どこまでも芸に遊んだ道楽者である。世間的に偉い者になろうとは願わなかったのであろう。だから絵も書も苦労と臭くは陥らない。ここが剣山の値打ちのあるところで、洗練された光輪に見ることのできない持ち味を見せるのも、実はこの精進気質に出さなかった個性にある。 それにしても、県山がせっかく政党に関係しながら土に不徹底であったことをやはり私は惜しむ。昭和8年。